国家寺は、香川県高松市にある浄土新宗教制派の寺院。三号は、大寺山。本尊は、阿弥陀如来。奈良時代に、聖武天皇の御事のりにより、日本各地に混流された国分寺、国部甘寺のうち、讃岐国国部甘寺の後継寺院にあたる。本校では、創建寺の史跡である讃岐国部甘寺跡についても、解説する。高松市西部。 五色台の南麓にある。佐抜国分寺からは北東約 2km の位置にあたる。東西180から 210m、南北 180m の範囲が国の史跡に指定されており、北家寺はそのほぼ中心に立っている。任二年、佐抜国史となった菅原道真が当時を訪れ、北家寺白ボタンと題する漢詞を読んだ。 元禄8年の国分寺松寺町では、後輩師匠堂のみが残る旨が記されている。昭和57年の発掘調査では、史跡指定地の南西部で地域を区画したと思われる溝が検出された。平成23年度の調査では、境外の北側に点在していた大型石材は、祖石列を成していることが明らかとなったほか、並行して雨落ち溝が確認され、 祖先建物であった二房の姿が推定されている。地域は一丁半四方と推定される。近道は東西七間、南北島で近道、高道、僧房が南から北へ並んでいたと考えられている。北京寺境内には天寺のものとされる祖先20個が残っている。所在地交通アクセスさぬき国部天寺跡に関するカテゴリーありがとうございます。